リアは、ドイツヘッセン州カッセル生まれのドイツ人、シンガーソングライター。リー・レア・マリエのステージネームでの活動で知られている。名前は、リー・レアと発音されることもある。音楽療法士の娘として、ドイツのヘッセン州カッセルに生まれる。カッセルのジェイコブ・グリム学校で、アビトゥーアに合格する。2007年12月、15歳の時から彼女はピアノを、 使った歌の動画を、レア・マリーエのアカウント名で YouTube に投稿し始めている。オイスト・ダイリー・ベヒンは280万回以上、ボハイン・ビルストドゥは320万回以上、再生されている。カッセルの学校を卒業後、彼女はアルゼンチンで半年間過ごし、児童施設で働いた。その時の経験が、後の音楽活動に役立ったという。その後、彼女は、 ハノーファーで音楽と児童に関する特殊教育を学んだ。彼女の曲の多くは愛、友情、孤独、自身の内面の独白をテーマにしている。2008年頃、YouTube での投稿が話題になると数社のレコード会社が彼女に契約を打診した。しかし、自分の音楽が短期的に消費されることを望まなかったため、レコード会社とは契約せずに学業を優先した。 2012年にハノーファーに移住し、音楽と社会教育を学んでいる頃にも、TV へのキャスティングやタレント賞への参加の申し出を受けたがそれを断っていた。2013年頃からハノーファーでライブ活動を行い、音楽経験を増やしていった。なお、初の TV 出演は、2018年のドイツ人歌手、マーク。 フォースターのエコー賞受賞の際のバックアップシンガーの仕事であった。2015年、ドイツの有名女優、ヒルデガルト・クネフの接談90周年を祝う、コンピレーションカバーアルバム、フュア・ヒルデに、ソハット・アレス在ンジンの楽曲で参加する。2016年にフォームミュージックレーベルから、デビューアルバム、バキュームをリリース、YouTube でのヒットから約8年後の遅いデビューとなった。しかし、 本作はチャートインすることはできなかった。2017年7月、ドイツの DJ デオがシュトゥアット・エイバー・ガイルとのコラボレーションシングル、ボハイン・ビルストジュをリリース。過去の YouTube への投稿曲でもある本曲は20万枚以上を売り上げ、ドイツのチャートで11位、オーストリアで43位を記録し、ゴールド認定を受けた。続く9月に発売したシングル、 ライザー13位を記録し、その後40万枚以上を売り上げ、プラチナ認定を受けた。2018年、シングル、ズディル、イマーベン・ビー・アウンス・セインはどちらも20万枚以上を売り上げ、ゴールド認定を受けた。2018年9月、2枚目のアルバム、ツビシェン・メーレン・サイロンをリリース。先行シングルのヒットもあり、アルバムチャートで6位を記録する。 2019年9月ラッパーのキャピタル・ブラト・ソンラと共演したシングル110はドイツのシングルチャートで1位を記録年間シングルチャートでも14位になるヒットとなった2020年5月3枚目のアルバムトレパンハウスをリリースドイツアルバムチャートで5位を記録する2019年のコンサート2020年6月ドイツのリアリティ音楽番組シング・名年ソング ダス投資コントセットの第7シーズンに参加した。番組のコンピレーション CD はドイツ、オーストリア、スイスの3カ国で1位を獲得した。ありがとうございます。